本日発足する国際テロ情報収集ユニットは今般取りまとめた対策の要であります。官邸の直轄部隊として国際テロ情報の収集集約を行います。外務省や防衛省、警察庁などからおよそ20人のスタッフが参加して、新たなチームの発足式が先ほど行われました。また、大使館など在外公館にも情報収集のための職員およそ20人を派遣します。関係国の情報機関などと関係を構築します。